あなたが食べている肉は果たして正常だろうか。ロバート・ピックトンという男がある容疑で2002年に逮捕された。彼を長期的に調査した結果、とんでもない事実が発覚した。それは豚に人間を食べさせた。そしてその肉をひき肉にしてレストランで提供された。なぜそのような猟奇的な行動を取ったのだろうか。信じるか信じないかはあなた次第です。セギレーよっ。ギレンね、ギレンね。はい、ちょっと邪魔しないでください。邪魔はしないで、邪魔。今日はもうすごい面白いやつ。面白いっていうか、やばいっす。史上最強のシリアルキラーかもしれない。我が使ってきましたけどね、シリアルキラー。うん、まあちょっと群を抜いているというか、なかなかぶっ飛びすぎた男のお話となっております。はい、ということで本日やっていく男はですね、ロバート・ピックトン。この男はね、2002年にすごい長い調査を得て逮捕されるんですけど、合計6人の女性を殺害したっていう理由で逮捕される。どん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 人が増えてまして、犠牲者が、捜査がまあどんどん長引いて、最終的には20人以上殺害したと。それだけにとどまらず、何が一番やばいのかというと、ロバートは自分でこう証言してるんですけど、した人たちは全員豚に食べさせたと。もしくは人肉をね、ひき肉にしてレストランで提供したっていう。やばい。もう本当に狂ってるね。やばすぎる男がどんな事件だったのか、その男のね、詳細というか、なかなかすごいことになってます。いや、気になるわ、マジで。気になると思いますんで、はい、お話ししたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ロバート・ピックトンは弟のデビットと一緒に農場を経営していました。労働者のビル・ヒスコックスはこの農場を不気味な場所と呼び、ピクトンをかなり無口な男と表現しています。時々奇妙なことを取ることで注目を集めていたそうです。ピクトン兄弟はこの地の農業経営を放置するようになります。2人は1996年に非営利団体を設立します。この団体は奉仕、スポーツ、特別なイベントを運営すると説明していましたが、実際はバンクーバーのセックスワーカーにフォーカスを当てたワイルドなパーティー組織で、農場内にある屠殺場を改造した場所で集会をしていました。2000人以上の人々が集まっていたと言われています。いつもと違うのが、もういきなり全然違うんですけど、この人生い立ち自体はひん曲がってないんですよ。そうだね。普通だったらなんかね、家族の実態があったとか、そういう暗い部分があってなるけどね。そうね、うん、周りの影響されてるよね、いつも。で、からのシリアルキラーだね。そういうことになりますね。1997年、ピクトンは農場での口論の末、セックスワーカーのウェンディを何度も刺し、殺人未遂容疑で起訴されます。ウェンディによれば、ピクトンが自身に手錠をかけ、数箇所を刺され、怪我を負わされた後に逃げたと話しています。また、ウェンディも彼の武器を取り上げ、彼を刺したと話しています。なんで刺した？なんでとかはないんじゃないですか、もう。え、もう始まってです。なんでとかはないんですか。だってもう、そこからシリアルキラーなんだから、もう多分理由なんかないんだよ。本当にやりたい医療感覚だ。その時の感情で動いちゃうんだろうね。そうそうそう。ロバートが有罪になると思われたが、ウェンディが動物乱用者だったため、裁判官が証言の信憑性が疑わしいと判断し、ロバートは保釈金を支払うことで解放された。その後、数ヶ月してから、もうまた農場をね、改造して、もっともっとパーティーを大きくしようみたいな感じの立ち回りになっていくんですけど、違法な改造だったみたいで、そこでまた目をつけられる、警察に。はいはいはい。公的にこう圧力がかかっているっていう状況なわけよ。なのにこのピクトン兄弟はもうガン無視して、そのまま経営を続けていくと。その結果もう本当に異常な事態なんですけど、警察たちはこの農場に関わっていく人を逮捕する権利っていうのをなんと取得するんですよ。出入りを禁止だ一切、そんな権限普通認められないからね。よっぽど好き放題やってたってことだね。続けていくんですけれども、まあ、結局ね、そういう圧力とかもあって赤字が続いて、この農場のパーティーみたいなのは解散っていう風になっていくんですけれども、
ただその間に3年間ほども無視して運営していたんで、その3年間で大量の女性が行方不明になっていることを警察が突き止めます。3年もあったらヤバそうだね、うん、ただ証拠が全然ないっていうところで、まあ踏み込めないっていう状況にいたんですが、別件でまた逮捕すると。それがね、普通に武器、銃ですね、うん、銃を違法所持しているという件で逮捕すると。それをまあ理由に今度はあの家宅捜索とかができるようになっていくと。うん、ということで家宅捜索をすると、なんと冷凍庫の中に女性の頭があったりとか、うわ、失踪届が出ている女性の私物があったりとか、あ、その結果27人分 DNA が出てきた。うわー、やば、相当な数だな。3年で27人か。うわ、多すぎだろ。1年で9人もやってるよ。そうだね。あ、なんで DNA しか出てこないのかと。それを結局追及していくと、ロバートはね、証言してしまうわけです。まあ、さっき言った通りね、豚にやったとか、あー、そこで出てくるんだ。ひき肉にして売りさばいたとか、あー、まあ、こういう理由で DNA しか出ないんですよ。証拠出ないように出ないようにって考えた結果が食べ物に混ぜることだったのかね。いやー、どうなんだね。まあなんか一般の感じだと燃やすとか、うん、それぐらいしか思いつかないけどね。うん、そうだよ、普通ご飯にしようなんて思わない。そんなロバートの手口ですよね。女性を本当になんかもう消耗品だと思ってるみたいな感じで言ってたらしくて、アルコールとか薬物で主婦の方を誘い出して行為をするみたいなんですよ。使用終わったら注射でなんか不凍液っていうものを注入して、その後まあ手錠で縛ったりして刺しますと。不凍液って何のために持ってるんだろう。冷却効果があるみたいで、冷やすけど凍らさないみたいな、普通に冷やしたいっていう理由でやったんだと思うんですよ。食わせることを前提でしてることもある。そうだね、だって腐ったレストランに出せないわけだもんね。普通そこ全く考えないでしょ。そうだね、まずやることに全集中じゃない。うんうんうん、なんで途中で次のことまで考えてるっていうのか、ね、食べさせることを考えた上でのアクションなんで、マジで異常だと思う。異常だな。余裕もすごいし、うんうん、言い方悪いけども、つことがもう通過点みたいな、ね、目的じゃない、そういうレベルだよ。両方言ってたじゃん、あの証言で豚に食わせたとか人に食わせたとか。ああ、はいはいはい。どう分けてたかっていうと、良質な部分を人に提供してたらしくて、良質ではない部分を家畜に食わせた。ああ、証言通り両方やってたみたいですよ。それ聞くと人の方がやっぱりちゃんと上っていう認識はあるかな。ああ、そうだね。こいつの解析みたいになってるもん、ね、これ以上踏み込んでなんか分かってしまったらなんかおかしくなりそうだね。分かることはないよ、ないでしょ。分かりそうならお前も自首してこい。ちょっと怖えよ、人の犠牲者が出る。先に行ってこいよ、ね。そんなね、異常すぎるロバートなんですけれども、最終的にはもう終身刑になるっていう、そういう、まあ、運命なんですけど、まあ、その途中ですよね、亡くなる前に同じ部屋に警官を囚人のふりさせて入れるみたいで、もっと話させるみたいな。ああ、なるほどね。潜入白状させるために、そう、潜入するみたいで帰る。それで、まんまといろいろベラベラ喋ったみたいで、俺は人間を消滅させれるんだみたいな。もう本当に言っちゃってね。もう本当に言っちゃってるんですよ。バレたのは俺がちょっとずさんなやり方だったから、警察のガイリストはデタラメだみたいな。俺はそのバイオを知ると。じゃあまだ見つかってないのがいると。最終的にはもうそれが供述となって確定になるんですけど、49人、50人行きたかったっていうのを潜入の警官に言ったみたいな。50人行きたかったんだけど、あと1人やってんねやみたいな。うわ、もうゲームって言ったらマジでヤバいやつ。ヤバ、自分最強モードだ。じゃあ DNA が出なかった人も何人もいたってことになるね。そう、半分ぐらいは何も出なかったんだね。ちゃんと数えてんだ、そんなイカれたやつが。イカれすぎて数えてんだ。ああ、だからそれすらもゲームだ。
そこにめっちゃこだわり持ってる、逆に。ああなるほどね。最後にはなるんですけど、カナダの保健所が正式に発表した内容っていうのがあって、要は確定で人肉が市場にこれ流通したっていうのがだいぶ可能性が高いんで、食べちゃってる人がもしかしたらいるかもしれないですみたいな内容をちゃんと正式に発表したらしいです。うわー、そんなこと言われてもこの期間にこのレッスンを食べた人はもしかしたら人間かもしれませんっていう。うわー、史上最強グラスでしょ。そうだね。うわ気持ち悪いな。人数もそうだけど、それによって影響を及ばせた人数もやばいじゃん、なんか。そうだよね。人間を食った豚ですらもうアウトでしょ。人肉のひき肉にしたハンバーグみたいなのを直接食べてる人もいれば、うんうんうん、その人を食べて育ってる豚を食べてる人もいるっていう。なるほど、そうだよね。うまいな。ペーちゃん被害者やばいな。結構な人数に上りそうだよ。いやー、いきそう。この事件の真のターゲットは本当に食した人たちかもね。確かに。あー、お前危ねえから行ってこいみたいな。怖いからやめましょう。むしろ思いますさっきなんか危ないですな。今だいぶ危なかったんで。いやもうロバート入ってたんですよ、今の中に。一瞬何のことか分かんない。いや怖いよ。こいつなんでそこまでロバートの気持ち慣れてるの。最悪なキラーのねお話でした。うわ、はい、すげえわ。しかもこれ2000年のあれじゃない。そうだよ、ね、やばいよね、うん、マジでシャレになんないから。うん、平成に50人食べさせてましたみたいなやついるわけないから。あ70、60とかしか聞かないよね、このレベルっていう。ああはいはいはい。普通そこまであれ長引かない。そう、もう事件が、ね、捜査がもうあらかたすぐ行き届くもんね、うん、ということで、あれした。ありゃした、ありゃした、ありゃしたの終わり方やばいじゃん。少しでも怖かった、面白かった方、チャンネル登録でよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。